宮沢賢治の詩、雨にも負けずのモデルは？随想、ナレーター、斉藤直子。宮沢賢治の詩、雨にも負けずは、次の通りです。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ、丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に、玄米4合と、味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを、自分を感情に入れずに、よく見聞きし分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の、小さなわらぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば、行って看病してやり、西に疲れた母あれば、行って、その稲の束を追い、南に死にそうな人あれば、行って、怖がらなくてもいいといい、北に喧嘩や訴訟あれば、つまらないから、やめろといい、日照りの時は、涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなに、デクノボーと呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに、私はなりたい。以上が、宮沢賢治の詩、雨にも負けずです。この詩は、賢治が理想とした生き方が表現されたものだとされてきましたが、この詩の通りの生き方をした実在の人物が存在することが分かってきました。その人の名は、斉藤惣次郎という人です。彼は、花巻の出身で、曹洞宗の寺の三男として生まれましたが、養子にもらわれ、盛岡の師範学校を出て、花巻に戻り、花巻尋常小学校で、教えております。賢治とは、19歳の開きがありますが、賢治も花巻小学校を出ています。惣次郎は、師範学校を卒業する頃に、内村鑑三の著書を読み、改心し、23歳の時に、無教会派の洗礼を受けて、キリスト信者となりました。花巻で、最初にクリスチャンになった人です。惣次郎の苦難の人生の始まりです。親、養子先からも感動され、花巻の住民からも道を歩いていると石を投げられました。迫害は家族にも及び、同級生に腹を蹴られた9歳の長女は亡くなりました。時は、まさに日露戦争が始まろうとしていた時でした。内村鑑三の非戦論に共鳴して、学校でも戦争のための徴税拒否、徴役拒否を説いたので、教職を追われました。内村鑑三は、惣次郎のことを聞いて、過激な行動を止めようとして、花巻まで来て諭し、そうして惣次郎も従ったのですが、時すでに遅く、教職を追われてしまいました。惣次郎27歳、内村鑑三43歳、賢治7歳でした。惣次郎は、家族を養うために、新聞取次店を営み、新聞配達を始めました。一日40キロの道を走りました。雨の日も風の日もです。早朝3時に起きて、駅に行って、新聞の重い束を受け取って背負い、40キロの道を配達して回りました。けれども、その配達は変わっていました。10メートル行って配達しては、神に祈り、また、10歩ほど歩いては、感謝の祈りを捧げる。さらに歩を進めて河原に降りて、祈り、配達の時には、ポケットに、飴玉と小銭を入れ、子供たちに会うと、その飴玉を与え、病気の人がいると、病床まで訪れて、いくらかの汽車をして、再び配達のため、花巻の全市を走り回ったのです。大雪が降った日には、小学校の雪かきをして、長女を死なせた学童のために通学路を作り、小さい子が雪で歩けないときは、抱いて校門まで送りました。貧しい家の子には小銭を与え歩き、彼は、過労で、一時は結核を患いましたが、彼の体力は衰えることもなく、そのような生活が20年近く続きました。その新聞配達を介して、花巻農学校の教師になっていた賢治に出会ったのです。やがて、斉藤惣次郎は、毎日のように、賢治の学校を訪ね、一緒にクラシックを聴いたり、童話の話をしたり、文学の話をしたりしました。この親密な関係が分かったのは、惣次郎が、詳細な日記を書いていたからです。惣次郎は、賢治に花壇作りを教えたようです。
50歳になって、宗次郎が内村鑑三の活動を手伝うために上京するようになったとき、駅には町長、町の有力者、神主や僧侶、学校の教師、多くの町民が見送りに来ました。宗次郎の犠牲的な奉仕の心はいつの間にか宗教の違いを超えて、花巻の人々に大きな感銘を与えていたのです。賢治も花巻を去る宗次郎を駅で見送っています。その後も東京の宗次郎と文通を続けました。賢治が教師時代に詩集春と修羅を自費出版した際にも宗次郎の意見を求めています。宗次郎の新聞販売所の後には斎藤宗次郎を記念する石組みが立っています。宗次郎は内村鑑三の臨終にも立ち会い、その後は伝記をまとめる仕事に携わり、奉仕と伝道の生活を貫いて92歳の長寿を全うしました。キリスト教に対する賢治の深い理解や共感は宗次郎によって育まれたものでしたが、賢治の作品の主要テーマ、犠牲の愛は単なるキリスト教の知識だけでなく、その信仰を身をもって示した宗次郎の存在があって、賢治の思想の一部分となったと考えられます。私はこの宗次郎の話をずっと以前に読んでいたのですが、その時は宗次郎の9歳の娘さんのあまりにかわいそうな死に、父である宗次郎の信仰と生き方を頑固すぎると思い、あまりいい感じを受けませんでした。もっと、この家族に対する迫害が詳しく書いてあったように記憶しますが、何の本であったか思い出せません。宗次郎の生き方は、何人でもできるわけではありません。愛と信仰、許し、寛容、誠実等々、美徳の塊です。宗次郎の愛娘は、父の信仰を持ち、無垢のまま天に召され、彼女は天使になっていると思われます。スウェーデンボルグは言います。無垢なもの、清められたもの、汚れなきものは天使になると。以上です。ご視聴ありがとうございました。随想、ナレーター、斉藤直子。斉藤直子のブログ、私の小さな歩みのブログより、